アメリカ合衆国食品局は、アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦していた間、連合国の食料備蓄の管理を担った機関である。同局の重要任務の一つは、米国市場における小麦価格の安定化であった。食品燃料管理法の規定に従い、1917年8月10日の大統領令第 2679A 号により設立された。 ハーバート・フーバー政権下にて食品局は食料の購入、販売のための機関として食料管理法の規定に基づき穀物公社を組織した。事業規模は70億ドルに上ったが欧州における休戦によって時代遅れとなった。ウッドロー・ウィルソン大統領は欧州再建を支援すべく同局の改装を進めた。同局はアメリカ級済局となり、 1919年2月25日に法的認可を得た。食品局穀物公社は、1919年5月14日の大統領令第3087号により、アメリカが衆国穀物公社となった。ありがとうございます。